世界が終わる13日、その始まりに私は目覚めた。魂を救ってくださるわけだ。そう願うなら叶えてやろうか。それが答えか、ライトニング。まったくもう無理しちゃって。悪魔か、あのガキ。死神の次は悪魔か。呪われているな。誰にも邪魔はさせねえ。たとえ悪魔と死神、解放者を敵に回してもだ。
数百年の歳月が私たちを変えていた。かつて共に戦った仲間スノーは享楽に浸る宮殿の主、そして私は解放者、カオスに飲まれていく大地に使わされた神のしもべ。なあスノー、遠い昔私たちの間にはセラがいた。お前が愛した私の妹、今はもういないセラの、私たちを結ぶ絆だったあの子の代わりに、私がお前の魂を長い苦しみから解き放つ。それが私の最初の使命だ。さあどうすればいい？導いてくれ、ホープ・エストハイム。ホープだけでいいですよ、ライトさん。今はスノーの確保が最優先です。ライトさん、追ってください。閉じ込められた。スタジオのシャッターが作動しました。魔物をすべて倒さなければ安全とは見なされないだろうな。再生を導こう。繰り返す暇はない。その魂を解き放つ。解放者だ。
私は希望にかけたいのです。あなたが誠の解放者。脳を確認した。誘導を頼む。了解です。急いでください。スノーが何を目指しているか見当はつくか。宮殿の奥に強いカオスの反応があります。そちらに向かっているようです。カオスの源にたどり着いてあいつが何をするかだ。カオスと戦うつもりなのか、あるいは障害物の高さを確認。ライト、先ほどスノーが大使と呼ばれていたことに気づきましたが、スノーは今この町を治める支配者なんです。スノーが大使様とはな、あいつのことだ。支配というより面倒を見るタイプのリーダーだ。見抜いてますね。その通りです。気さくで頼れる大使スノーは市民の人気も上々でした。でもそれも過去の話です。今のスノーは宮殿にこもり、毎晩のように宴を開いて遊びほうけているんですよ。その割に楽しんでいるようには見えなかった。あいつの瞳に見えたのは虚しさだ。スノーを見失いました。妙ですね。行き止まりなのに。仕掛けがあるのだ。あたりを調べよう。気をつけてください。扉が開いたとたカオスの反応が跳ね上がりました。カオス、お前は一体何者だ。カオスと戯れてみせるなんて、ただの人間とは思えないが。へえ、ちゃんとカオスが見えてるんだ。神様に作られたしもべとは違うみたいね。
一つでも多くの情報が欲しい。カオスの分析を続けてくれ。僕もそうしたいんですが、すいません、カオスのことははっきりわからないんです。なんというか見えにくくて。見えにくいだと？ええ、センサーの限界でしょうね。そこにカオスがあることはわかるし、内部を調べることもできるんですが。施錠されている。破れるか？力ずくでは困難でしょうね。開けないか調べてみます。少し待ってください。扉の向こうはカオスの渦か。そんなところにスノーはいる。もう正気とは思えませんね。無理もない。希望を見失ったまま何百年も生きた挙句、もうすぐ世界が滅ぶんだ。普通の人間ならまともではいられないさ。スノーの心はもう壊れてしまった、そういうことですか？信じたくはないがな。まずい、発見されました。一旦撤退しましょう。ここまで来て引けるか？私だけなんだ。セラを亡くした痛みをあいつと分かち合えるのは。ええ、そうです。スノーの魂を救ってやれるのは解放者であるあなただけです。だからこそ自重してください。あなたが倒れてしまったら、救えるものも救えないまま世界が終わってしまうんです。分かった、箱舟に戻してくれ。分かりました。痛みを分かち合えるだの、魂を救ってやれるだの、思い上がりもいいとこよ。たく解放者様と来たら一体何様なんだかね。